どうも皆さんこんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、シェイプシフターズのテアリストの最新版になります。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。先週投稿したチーム1のティアリストの見直しから始まりまして、その後に18日以降追加された選手ですね、シェイプシフターズのチーム2の選手であったり、あとは EOE の選手っていうのも評価していきたいと思っております。ではまず前回の評価の見直しからですね、始めていきたいと思います。まずフェリペ・アンデルソンを SS ランクから A ランクに下げようと思います。理由2つありまして、まず1つ目が単純に能力がね、メッシとかソン・フンミンとかに比べると見劣りしているかなっていうところと、もう1つが個人的な使用感なんですけど、まあドリブルはねしやすかったんですが、あんまり縦突破ができなかったなっていうところと、シュートの軌道がまあかなり微妙で、まあやっぱりメッシとかに比べるとね、あんまりそのゴールネットに吸い込まれていくイメージが正直あんまりなかったですね。ゴールキーパーにかなり弾かれるというか、あのゴールキーパーの上を越してゴールネットに吸い込まれていくっていう、まあメッシとか、まあソン・フンミンとかに見られるようなシュートの軌道がなかなかなかったんで、まあ結構個人的には微妙かなと思いました。なんで A ランクに下げたいと思います。次にムキエレですね。ムキエレを S から B ランクに下げたいと思います。個人的にはあんまりおすすめしない選手になってしまった印象ですね。まあ能力自体はかなり優秀で期待してたんですけど、リアクションと冷静さがまあちょっと足りないせいか、あの相手にね裏を取られるであったりとか、あとカバーリングですね、あの相手が走り込んでるところになかなかついていかないっていうところがあって、そこがかなり気になってストレスだったんで、まあちょっと評価を下げざるを得ないかなという印象です。あとエベルトンもね A から B に下げたいと思います。能力値的にはね結構期待していたんですけど、まあ攻撃ポジションの低さはもちろんなんですが、ドリブルの操作感が微妙だったんで、まあもちろんね金カードとか相手だったら無双できると思うんですけど、今の環境だと結構厳しいのかなという印象です。あとデイビスを S から A に下げたいと思います。ちょっとストライカーとして期待して使っていたんですけど、オバメヤンに比べてもかなり得点力が低くて、やっぱり特性の影響はでかいのかなというところですね。ただあの話によると CM とかサイドバックでの起用はめちゃめちゃ強いっていうことみたいなんで、ちょっとねそこは試せていないんですけど、また近日試してみようかなと思っています。ではここからは新たに追加された選手の評価をしていきたいと思います。まずアルナウトビッチですね。役割式ミドハイでスキル逆足ともに4になっています。ストライカーからセンターバックになっているということで、非常にねシェイプシフターという感じのカードですね。能力なんですが、シャドウをつければペースと守備が全て完走しますし、スタミナも91、フィジカルも95ということで、これも非常に優秀なカードだと思います。まあ、リアクションと冷静さが90代前半ということで、クリバリとか、後で紹介するキエリーニとかに比べると劣る部分はあるかなと思いますし、まあ僕何より先ほど紹介したムキエレでちょっとね、このリアクションと冷静さを舐めた結果痛い目に遭っているので、そこはちょっとね、厳しめに見ようかなと思っています。ただやっぱりペースと守備がね、完走するっていうところは非常に優秀かなと思います。まあ評価は A ランクぐらいでいいのかなと思います。次にアヤックスのブリントですね。センターバックからボランチになっていまして、役割式ハイハイスキルが3、逆足が4になっています。能力なんですが、このカードレート91なんですけど、ボランチとしての RPP は94ということで非常に優秀なカードになっています。見ての通り、まあボランチとして必要な能力ですね、ペース、まあ、特に加速であったりとか攻撃ポジションでシュート力であったりパス、あとドリブルも悪くなくて、守備もしっかりやってスタミナもあるということで、まあ非常に優秀なカードと言えるんじゃないかなと思いますね。まあ決定力とロングシュートがちょっと低いんで、まあ後ろからのシュートが打てないっていうところと、まあ役割式はハイハイなんでね、結構前に行ってしまうというところは気になるかなと思うんですけど、まあ、組み合わせとしては十分使えるカードかなとは思いますね。まあそうですね、評価はまあ A ランクぐらいでいいのかなと思います。では次カラスコですね。 SBC のカードになっていまして、後ほど紹介するトップ下のカードと2択で選ぶことができるカードになっています。役割式ハイミドで利き足が左、スキルが4、逆足が5になっています。能力なんですが、まあ、純粋にねウイングとしても優秀ですし、まあ、逆足が5なんでね、ストライカーとして使うことも可能なカードかなと思います。能力としてはね、おおむね優秀ではあるんですけど、まあ、ストライカーとして使うなら、やっぱりフィジカル80っていうのがちょっと寂しいかなというところと、あとリアクション冷静さですね。まあ、そこが90っていうところは気がかりかなと思いますね。決定力が99なのは非常に、まあ、素晴らしいんですけど、冷静さが低いせいでそこはちょっともったいない感じになっているかなと思います。評価はそうですね、A ランクかなと思います。次も同じくカラスコですね。こちらはトップ下のカードになっています。役割式ハイハイでスキルが5、逆足が4ですね。能力なんですが、先ほどの右ウィングのカラスコと違って、冷静さ、リアクションはかなり高いので、まあ、他の能力はね、ケミスター自由に上げられるんで、マークスマンとかつけてしまえば、十分使えるカードになるのかなという印象ですね。
特性がねちょっと寂しいってところが気になるので、評価は S ランクでいいのかなと思います。では次、エンドオブアンイーダーのキエリーニですね。役割式ミドハイでスキルが2、逆足が3になっています。能力なんですが、ケミスタシャドウをつけてしまえばペースと守備が全てカンストで、リアクション99、冷静さ98、フィジカル98ということで、センターバックに求められている能力を全て満たしている、まさにパーフェクトなカードだと思います。僕もね20試合ぐらい使っているんですけど、全く気になる部分がないですね。スタミナは88ということで、まあ90切ってるっていうところでね、まあ延長戦以降どうなんだっていうところはあるんですけど、まあそこもね全然問題なく使っていけてるのかなと思っています。このカードね SBC で10万ぐらいで作れるんですけど、まあ正直作らない理由はないカードですね。シャドウで、ケミストリー8でもねほぼ、ペースと守備完走するっていうところでも今一番おすすめできるカードかなと思います。評価はもちろん SS ランクかなと思います。では次、セビージャのコロナですね。もともとは右ウィングのカードだったんですけど CM になっています。役割式やハイハイでスキル逆足がともに5ですね。能力なんですが、もともとのこの金カードに比べて課題だったシュートとあとフィジカルが大幅に改善されていまして、まあ、特にねフィジカルについてはプラス44っていう、まあよくわからん状態になってるんですけど、非常に、バランスが取れている素晴らしいカードだと思います。ただ、まあ、強いてね、欠点を挙げるなら、ペースが95なんで、ペースに絶対ケミスタを振らなきゃいけないっていうところが、ネックですね。例えばアンカーとかにすると、まあ、決定力、パス、ドリブルがちょっと心もとなくなるのかなという印象です。なので、チーム1で登場したアタルに比べると、まあ、ステータスがちょっと劣ってしまうっていう結果になっていますね。まあ、役割意識、まあ、ハイハイで、スキル逆足がともに5なんで、実用性が高いカードであることは間違いないんですけど、当たるに比べるとっていうところがあるので、個人的な評価は S ランクかなと思います。当たるがね SS ランクなんでね S ランクでいいかなと思います。では次、ローマのエルシャーラビーですね。まさかローマがね2週連続で選ばれると思ってなくてちょっとびっくりしております。もともと左ウィングだったんですけどトップ試合になっていまして、役割式ハイミド、利き足が左ですね。でスキルが5、逆足が4になっています。能力なんですが、このカードもね非常にね優秀だと思いますね。ドリブルもしやすいですし、決定力も高めで、使いやすいカードだと思います。まあ、ただねフィジカルが72っていうところがどうなのかなっていう印象はありますね。ここがちょっと数値として厳しいので、まあトップ下もしくはウィングでしか使えないカードになるのかなという印象ですね。まあ、178センチでボディタイプがリーンなんで使用感はかなりいいかなと思うんですけど、もうちょっとね、攻撃ポジション、決定力、シュート力とか、あとは加速出し速度とかっていうところが、まあ、カンストしてくれればそこにケミスタ振らなくていいんでね、良かったなっていう印象はありますね。評価は S ランクかなと思います。では次、スパーズのエメルソンですね。これは目標選手になっています。もともと右のサイドバックだったんですけど CM になってますね。役割式はハイハイでスキル逆足がともに4になっています。能力なんですが、このカードはね先ほど紹介したブリントとは逆で、レートは高いんですけど、実質レートですね、RPP が90近くしかないっていうような、まあ、カードになってますね。でも簡単に言うと、能力詐欺のカードですね。まあね、中盤の選手に欲しい決定力であったり、あとは視野、で、ドリブル能力、で、守備能力も半端ということで、まあちょっとね、厳しいカードかなと思います。もちろん無課金の方が使うとしたら、めちゃめちゃ優秀なカードだと思うんですけど、改めてスカッとに入れられるようなカードじゃないかなという印象はありますね。まあ評価としては、そうですね。まあとはいえね、強いんでね、B ランクぐらいでいいかなとは思います。次はドルトムントのゲレイロですね。このカードも、後ほど紹介する右サイドバックのカードとの2択の SBC になっています。役割式ハイハイでスキルが5、逆足が4ですね。能力なんですが、見た目非常に優秀ではあるんですけど、95を超えているステータスが、まあ、結構少ないなっていうところで、ケミストリースタイルをね、おのおの振っていかなきゃいけないっていうところが、まあ、気になるカードかなと思います。で、結果として、まあ、TOTS のパケタに比べると結構能力としては劣ってしまっている部分が多いのかなっていう印象を受けていまして、まあ、中盤で使うにはね、十分強いカードではあると思うんですけど、パケタとかね、まあ、1000級の中盤の選手に比べると劣ってしまうのかなっていう印象です。まあ、とはいえねめちゃめちゃ強いカードであることは間違いないです。評価は S ランクでいいかなと思います。まあ、身長も低いんでね、かなり小回りが効いて使いやすいカードだとは思います。では次も同じくゲレイドですね。こちらは右サイドバックのカードになっています。役割式ハイハイで利き足が右、スキルが5、逆足が4ですね。能力なんですが、まあ優秀な右サイドバックのカードと言えるんじゃないかなと思います。身長が170センチっていうところは気になりはしますけど、まあバランスが95、フィジカルが90あるんで、まあかなりね競り勝てるようなカードにボールは取り切れるんじゃないかなと思ってますね。
で、ペースがほぼ完走しているんで、こちらに振る必要がないっていうところで、まあ、グラディエーターとかね、つけられると非常にいいのかなと思います。まあ、ケミ合わせの問題でね、結構難しいカードではあるとは思うんですけど、単体で見るとかなり強いカードだと思います。評価は S ランクでいいと思います。では次、レアルマドリーのマルセロですね。まあ、てっきりね、エンドオブアンイーラで、キエルリーニに続くカードとして登場するのかと思っていたんですけど、ストライカーのシェイプシフターとして登場しております。役割式ハイローで、スキル逆足がともに5ですね。能力なんですが、まあ、ペース、シュート、あとフィジカルに振ってしまえば非常に優秀なストライカーになりますし、スキルが5逆足も5なのでね、非常に、まあ、ピッチ内、まあ、最前線でキュンキュンしながら、シュートもバシバシ決められるようなカードかなと思います。今400万ぐらいしてるんですけど、まあ妥当な価格かなと思いますね。うん、めちゃめちゃ強いと思います。評価は SS ランクでいいと思います。ただ、まあやっぱりね、エンドオブアンイーラー、左サイドバックのカードで出して欲しかったなと思います。では次、ロベルト・ペレイラですね。このカードもね、毎年何気に特殊カードに選ばれている隠れた EA お気に入り枠かなという印象です。もともと CM のカードなんですけど、左のウイングバックになっていますね。役割式ハイハイで、利き足が左、スキルが5、逆足が4になっています。能力なんですが、身長もね、それなりにありますし、ペースもあって、あとフィジカルが85あるっていうところでね、かなりボールは取り切れる優秀なサイドバックかなっていう印象です。で、中盤起用なんですけど、まあ、ちょっとね、シュート能力が寂しいかなっていうところで、決定力はね、TOTS のカンセロに勝ってるんですけど、まあ、シュート力、ロングシュートが80台っていうところがちょっと寂しいので、まあ、もし中盤で使うとしたらここに振ってあげる形になるのかなと思います。まあ、スキルも5なんでね、かなりユーティリティは高いカードかなと思いますし、スカットに難なく入るカードかなとは思いますね。評価は S ランクでいいかなと思います。では次、エバートンのリシャーリソンですね。2年前にシェイプシフターで選ばれたというところで、2年前はね、元々のカード、右のウィングだったんですが、まあ、シェイプシフターでトップ下になったというところで、今回ね、トップ下として登場しているカードになっています。役割式、ハイミドで、スキルが4、逆足が5ですね。能力なんですが、まあ、純粋にストライカーとして使うにしても非常に優秀なカードだと思います。ペースがほぼ完走してますし、攻撃ポジションも完走。で、アジリティとドリブルが高いというところで操作感もかなりいいのかなという印象ですね。まあ、このカードね、ちょっと作成費用が40万とか50万ぐらいするんで高くて、まあ、ちょっとフットビンの評価が悪いんですけど、まあ、こんだけの能力ならそれぐらいの価格は妥当かなという印象ですね。まあ、キエリーニが安すぎたんでね、その辺の感覚もちょっとね、ギャップもあるのかなという印象なんですが、非常に強いカードだと思いますんで、評価は S ランクでいいと思います。では次、マンチェスターユナイテッドのクリスチアーノ・ロナウドですね。もともとはストライカーのカードだったんですけど、左のウィングになっています。役割式ハイローでスキルが5、逆足が4ですね。能力なんですが、まあ、言うまでもなく強いですよねというような感じのカードですね。フィジカルも95になっていますし、ペース、シュート、ドリブルほぼ全て完走ということで、まあ、このカードが弱いわけないなというところですね。まあ、逆足が4なのは、まあ、バースデーのカードに対する配慮なのかなという印象です。ここが5だったらね、パーフェクトだったんですけど、まあ、そこがね、攻めてもの救いかなと思います。まあ、とはいえ、最強カードなんで、SS ランクでいいと思います。では次、パリ・サンジェルマンのセルヒオ・ラモスですね。もともとセンターバックだったんですけど、ストライカーになっている、まさにね、シェイプシフターズというのは、まあ、いいコンセプトのカードかなと思います。役割式ハイミドでスキルが5、逆足が4ですね。能力なんですが、シュートですね。決定力が94、ドリブル能力が95近辺というところがね、まあ、ほんの少し気になりはするんですけど、それ以外はね、ストライカーとして必要な能力が全て兼ね備っているかなと思います。で、まあ、このカードね、身長が184センチで、もともとがセンターバックなんで、シュート系の特性と、あと華麗な身のこなしっていう特性がないので、まあ、ドリブルの操作感であったりとか、決定力方面がちょっと不安なところは正直あるかなと思いますね。まあ、とはいえね、能力のバランスは良くて非常に優秀なカードだとは思います。評価は S ランクになるかなと思います。では次、シュツットガルトのサイラスですね。もともとは右のウィングだったんですが、CF のカードになってますね。役割式ハイミドでスキルが5、逆足が5ですね。これバースデーでもね、逆足スキル5だったんですけど、こっちは配慮がなくどっちも5になってるというカードになっています。能力なんですが、この身長で加速もしっかりあって、フィジカルも86あるということで、まあ、突進ができるような非常に優秀なカードかなとは思いますが、まあ、リアクションと冷静さがね、90近辺っていうところはやっぱり気になるかなっていう印象ですね。まあでもとはいえね、今作やっぱり背が高くて速くて体強いっていうやつが、まあめちゃくちゃ強いんで、このカードもそういう意味では環境に合っている優秀なカードになっているんじゃないかなと思います。評価は S ランクでいいかなと思います。
では次、ボルシア・メンヘングラートバッハのトゥラムですね。もともと左のウィングだったんですけど、ストライカーになっています。役割式ハイミドで、スキルが4、逆足が5ですね。能力なんですが、まあ、十分強いカードかなとは思うんですけど、アジリティバランスをしっかり上げてやる必要があるかなというところで、ケミストリースタイルはエンジンが必須になるかなと思います。ただまあエンジンにした場合にポジショニング決定力が95ということで、まあ、ちょっとね、カンスト勢に比べると寂しいかなというところと、あとリアクション冷静さですね。この後、まあ、特に冷静さが91というところもちょっと気になっちゃうカードかなとは思いますね。まあ、なんでね、能力だけ見てるとね、評価は、A ランクかなと思います。では次、アーセナルのティアニーですね。もともと左サイドバックのカードだったんですが、センターバックになっています。役割式ミドハイでスキルが3、逆足が4ですね。能力なんですが、センターバックで使うとすると、やっぱり身長が178センチ、あとジャンプが88っていうところで、まあ、かなりね、狙われちゃうカードになってしまうのかなと思います。なので使うとしたら、カンセルを左サイドバックに置いて、5バックでティアニーセンターバックに置いて、カンセルを中盤に上げる代わりにティアニーを左サイドバックに持っていくみたいなやり方になるかなと思いますね。で、その場合なんですけど、ドリブル能力がね、ちょっと寂しいので、まあ、僕がこれ使うとしたら、守備の能力はすでにサイドバックとしては十分備わっている状態なので、まあ、エンジンとかにするのかなと思いますね。エンジンにすればアジリティもバランスも90乗りますし、ドリブルも95になるっていうところで、まあ、相手の動きに十分対応できるカードになるのかなと思います。ただ、その時はフィジカルがね、まあ、ちょっと低いんでね、まあいろいろと惜しいカードではありますね。とはいえ、まあ実用性は高いカードかなと思いますんで、評価は A でいいかなと思います。では最後にチェルシーのベルナーです。ようやくチェルシーの特殊カードが登場して、まあチェルシーのサポーターの方々は嬉しいんじゃないかなと思っております。もともとストライカーだったんですけど、右のフォワードになっていて、役割式がハイローでスキルが4、逆足が5ですね。あと利き足が左になっています。能力なんですが、ペースがカンストしていて、シュート能力もドリブルもね、95以上の能力が非常に多い、優秀なカードだと思います。で、フィジカルが86あるっていうところもね、非常に嬉しいかなと思いますね。で、まあ、TOTS とね、ベンエデルとか、エンバペとかに比べると、ドリブル能力がちょっと寂しいなっていうところと、華麗な身のこなしとか、アウトカーブとか、今週とかっていうところがないので、まあ、そこが気になりはするんですが、ステータスだけ見るとね、非常に優秀なカードだと思います。そうですね。まあ、評価は S ランクかなと思います。ということで、シェイプシフターズのチーム2までを含めたティアリストはこんな感じになりました。ぜひ参考になれば幸いです。まあ、チーム2の方が優秀なカードが結構多いかなっていう印象で、S ランクが結果的にかなり多くなりましたね。まあ、使ってみたいカードもゲレイロとかサイラスとか、あとコロナとかね。まあ、コスパが良くて強そうなカードもかなり多いんで、スカットに組み込む方もかなり多くなってくるんじゃないかなと思っております。ということで、これからも FIFA 関連の解説動画の投稿ですとか、生配信も楽しくやっていきたいと思っておりますんで、ぜひぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。